なゆうこりんはでもすごいと思う。こんな真面目な人と思わなかったもん。いやー、うん、もっとコリン性そうですね、最初はね、不思議ちゃん、不思議ちゃん、不思議ちゃんキャラだったんですけど、でも出産してでもだからすごい変わりましたね。言ってないじゃなくなっちゃった。でも出産しても不思議ちゃん続けてる人もここにいるし、もしもこの先子供になんかこの仕事しててなんか嫌な思いを考えすぎだよいつも。そうし考えすぎっていうか、でもねえ、ほらコリン性とか言ってたし、そのなんかコリン性がそんなに恥ずかしかったの？恥ずかしかったというか、この先きっとなんか嫌な思いとか周りに言われてね、友達からお前の母ちゃんコリン性なんでって言われたりしたら、私もう多分それが申し訳ないと思う。思っちゃいます。でもしママコリン性って何って言われたらなんて言うの？確かに。したらでもそれはってちゃんと言おうかなと思って。うんうん、なんて言うの？逆に聞いたよ。ちゃんと説明して。だからお仕事始める時に、うんうん、なんか芸能界で、うん、なんかないと、うん、テレビに出れない、売れないっていうことでコリン性から来たっていうことを売りにしたって言って。それでいっぱいお仕事をいただいてっていう話をちゃんと説明しようかなって。え、3、4歳になった時に3、4歳わかんないよ。でもなんかそこでなんか変に嘘つくならちゃんと言おうかなって思ってます。コリン性から来たって言っちゃえばいいのね。うん、本当だよ。私だって魔法使いって言ってるよまだ。かわいい。魔法使えるって。でも魔法使えないってことを、うん、使ってよとか言われないんですか？え、気づいてますよね。でもママじゃあ今飛んでみせてってしょっちゅう言われるんだけど、そんなにねむやみにね魔法を見せたらね魔法の効力なくなっちゃうから、いざとなった時に飛ぶからって言ってかわいい。でも10歳でもそれでも別に大丈夫でもそのままいつ気づくか、まあ、いつかは気づきますからね。だからコリン性から来たって言っちゃえばいいよね、うん、そうだよって、うん悩みましたよ。言えないです。もう言うのちゃんと言うの芸能界としてって言って、うるせえクソババアとかって言うかもしれないんだよ。反抗期、しかも男の子だから、うん、私絶対うざい女になると思います。どうすんの言われたら、どうすんの、うん、そんなこと、もう死んじゃうんじゃないかってゆうこりんが反抗期がね、私は好きだよみたいな、私は好きだよ、でもうぜんだよってか、もうやめてよみたいになりますよね。別れたくないみたいな、そういう人なんかうざい人になりそうな気がしだって彼女とか連れてくるよ。そうだよ。また先なんで考えない、今考えたくないの。うん、でもどうですか、女の子とかだったら、うん、なんかもう口喧嘩が絶えなさそうなイメージだったりとか。口喧嘩はすごいよ。します、します。もうだって私よく論破されるもん。5年ぐらい前から口で負ける、だから女の子は口も回るし、うん、頭の中が整理されてるから、うん、まあ、今こうやって言ったけど、この間こうやって言ったよね、でこの言った時にこういう風にしたからこうやったのに、どうして今こうやって言ってるの教えてって言われた時にもう何も、あ、ごめんなさいしか言えない。でも日々の生活はもう一回言ったら全部やってくれるから、何時までに食べないとダメとか、お皿を食べたらもう下げてとかは一回言えばもう、なんで下げるかとかも分かってるから、生活はすごいしやすい。男の子って結構何回言っても同じ。そうですね、なんかずっと走り回ってるイメージですよね。やっぱり結婚ってなると、それこそこの仕事って2人ともこういうお仕事だから、いつ何がどうなるかって分かんないけど、それも踏まえてやっぱこの人と結婚したいっていうのは思えたから結婚できましたね。私結婚した時は家事も別にしてほしい人じゃなかったです、私が旦那さんに。でも子供が生まれるとすぐできなかったりとか、後回しにどんどんなっていったりするものをなんか自然とやってくれるようにはなりましたね。なんか洗濯物帰ってきたら急に畳んであったりとか。すごい、お風呂掃除してくれたりとか。いい人と結婚したね。いや本当に思いますね。ゆこりんは？うちも割とあのお家のことも頼めばやってくれるし、育児とかも、うちはだんだんど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 ん参加してくれるようになります、最初より。で今は本当よく何でもしてくれるんですけど、でもパパとママの関係は子供が生まれて変わった？なんかでもあんまり変わらないかもしれないですね、生まれる前と生まれてから。旦那さんは子供ももちろん好きだけど、私のことの方が好きだと思う。すごい、そう言える、って思います。なんかだからたまに子供が寝た後に、ねえねえデートしたいねってすごい言ってきて、かわいい。この30分で庄司の株がすごい上がってるんだけど。だからすごいなんか申し訳なしそうに、なんか
預かってもらって2人でデートしようよたまにはとかって言ったりしますね。分かった、これで謎が解けた。どうしたんですか、何の謎があったんですか。この2人が庄司とミキティがやっとデートができるっていう時に、はい、私たまたま3人で LINE してたのね前の日まで、はい、3人で LINE をグループ LINE をしてて、はい、ある時急に庄司から、ね、何時に終わんのみたいなラインが私のとこ入ってきてと思って、多分庄司は私が入ってんのを全く忘れてミキティだけに今終わったんだけどみたいな、なんか画像と一緒にね、もうデートがもう待ち遠しくてたまらない、これ絶対庄司私の知らないなと思ってしばらくちょっと黙ってた、わーっていろいろ帰ってて、ラブラブの、そうですね、散々やった時に千秋も見てるよ、そうそうそう、私何やってる、私はそのラインが3人のだって分かってるから、うん、え、この人何やってるの何やってんだろうと思って、なんだ、独身の写真送ってくるの、ちょっと色っぽい庄司のアップがあって私全く見たくない、こんな庄司見たくないんだけど、もう終わったよみたいな楽屋でちょっと寝っ転がってる、そう寝っ転がって、ミキティまだ終わんないのみたいな感じのこうすごい待ってる感じのちょっとセクシーな感じのセクシーな庄司嫌ですね、いろんな角度でそれがねどんどん送られてる全部画像保存したけどここで出したい、恥ずかしい、ほんとにゆこりんは変わった、私がうん、なんか申し訳ないけど変わったなと思います。何、ゆうこりんが変わったの、変わったなって、うん、私は旦那さんっていうよりは子供がもう付き合い彼氏だもんね、付き合いたての彼氏みたいになってて、うんうん、付き合いたての彼氏って何しても楽しくないですか、うん、だからもう帰って、うん、ただいまって言うと早く会いたいみたいな、なんかこうやって手広げると走って、うん、で歩いてよちよちって飛び込んでくるんですよ、うん、言ったら会いたかったみたいなだからそっちが今なんか彼氏とかもう付き合いたてね、もうルンルンしてるみたいな、だからなんか子供がね一番なのは一緒だと思うけど、なんかよく子供にいいよねって優しくされてとか話しかけてるから、やきもちやってるのか、やきもちというかちょっと気をつけてるけど、私は変わったなとは思います、変わったって思ってるだろうなって、そのそれ子供が寝た後はもちろん2人の時間で話しかけに来ます、くの可愛い旦那さん、それで、うん、でも邪魔みたいになっちゃうの、邪魔っていうかちょっと、うん、あ、うんそうだねみたいな、なんかあちらって適当になっちゃう、そうですね、あちらってますね、でもだからこそ、うん、結婚した当初よりも、うん、よく動くしよく尽くしてくれるようになりました、なんか、あ、そうか、うん、力になりたいんだ、うん、なんか自分をアピールするというか、うん、かわいい俺だって力になるよっていう、うん、戦力になるよ、俺いるよここにみたいな、うん、だからそうですね、なんか前より優しくすごいいいじゃないですか、ね、なりましたね、でも